んにちは、松本武美です。今日もね、頑張らない DIY をやってみたいと思います。施設にある古い車椅子はたわみますので、どうしてもそこに座るとですね、体が傾いてしまうということになりますので、このたわみを取るというアイデアです。車椅子のね、たわみを取る段ボールというのをですね、職員さんが作ってくれたんですけどもね、どうしてもたわんでくる尿失禁なんかで濡れてしまってですね、そのままへしゃげてしまってるっていうことを言われた、そういう相談を受けたので、防水付きのね、座面の段ボール、たわみを取る段ボール作ってみたいと思います。40センチ幅の、一番上のね、段ボールの一番大きい部分を切り出します。はい、これは40センチですね。はい、次が35センチの段ボールを切り出したいと思います。次がですね、35なので28センチ幅ぐらいを取りたいですね。28センチ幅。20幅。はい、まあこのような形でですね、車椅子のたわみを埋めるためにこれをまあこうひっくり返しておくとですね、たわんだ車椅子の座面を隙間に入り込んでまっすぐなね、底面が作れます。これをね、ガムテープで固定します。段ボールをね、形状作りましたので、これを使っていただいたらいいんですけれども、ちょっと大きめのね、これはスポーツ店ヒマラヤさんの袋ですけれども、買い物時にね、もらった大きめの袋を取っておいてですね、これに入れちゃいますね。このですね、完全にビニールで囲ってしまってですね、例えば濡れてしまうというような方にはですね、このような形で置いてあげれると耐久性が強まるんじゃないかなと思います。今日は以上です。ありがとうございました。職員が作ってくれていたシートが、濡れてたわんでいたためにこの防水付きのものを作って試していただいております。今後様子を見ていこうと思います。